生官とは、律令制の大上官の事務方官人の総称である。一般的には、三局と称された、小納言局、弁官局、劇局を率いる、小納言、弁官、劇と三局に属した、ふみ、ふみを以下の下級官人を指すが、小直、千秒などの公文書作成にあたる内規を含む、要霊や劇局を除いて、小納言、弁官のみを指す、要霊、 反対に激及び死以下の官認に限定する、要霊なども存在する。ただし、後世においては、政官、上官なり、運が行き、文みなどと最後の要霊で用いられることが多くなる。なお、四辻義成の川海章には、政官は大上官秘官に由来し、当て字として上官を用いたと記されている。また、当院佐弘の名目章には、聖官に、 ジアウグハムと読み仮名を振っている。ただし、律令格式には採用されていない語であり、元来は、貴族社会における俗語のようなものであったと考えられている。大乗官府、戦時などの公文書作成や、大乗官におけるくじ、儀式の宣令交換、記録作成、人事案件の処理などの実務にあたり、大乗官における事務方を担当したが、完成。 劇生において、欠生を担当するようになるとその役割が増大し、特に劇を予び死の地位が大きく上昇した。後に、劇の上司を、局務、文の上司を官務と呼んで、苦行、犠牲官を除く、大乗官官人の筆頭的地位を占めることとなる。ありがとうございます。